ね。クリミア半島攻撃、船損壊。ゼレンスキー氏、膠着否定。ウクライナ軍。ロシア国防省は5日声明を出し、ウクライナ軍がロシア占領下にあるクリミア半島東部の造船所に巡航ミサイルを撃ち込み、停泊中の船が損壊したと発表した。ウクライナ軍は6月に反転攻勢に乗り出して以降、ロシア海軍黒海艦隊の弱体化を狙ってクリミア半島に頻繁に攻撃を仕掛けている。報道によると、ロシア国防省はウクライナ軍が4日クリミア半島のケルチの造船所に巡航ミサイル15発を発射し、防空システムで13発を撃ち落としたと表明した。ミサイルが命中した船1隻が損壊したとされるが、死傷者はいない模様だ。ウクライナ軍も声明で、造船所に対し成功裏に攻撃を加えたと主張した。ウクライナがロシアに対する反攻を開始してから約5ヶ月が経つ。この間、東部や南部戦線でウクライナ軍がやや前進したものの、大規模な領土奪還は実現しておらず、戦局は膠着状態に陥りつつあるとされる。イスラエルとイスラム組織ハマスの衝突が欧米のウクライナ支援に影響を及ぼすことも懸念される。ゼレンスキー大統領は4日の記者会見で、時間が経ち人々は疲弊しているが、これは膠着ではないと述べ、反攻が行き詰まったとの見方を否定。欧米諸国でウクライナに停戦を促す動きが出ていることに関しても、ロシアと話したり何かを差し出したりするよう我々に強要するパートナー国はないと、停戦圧力を否定した。ゼレンスキー氏、ガザでの戦争でウクライナへの注目薄れたと認める。戦況手詰まり否定。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は4日、イスラエル・ガザ戦争によって世界の注目がウクライナでの戦争から離れていると認めた。キーウを訪れた欧州委員会のウルズラ・フォンデア・ライエン欧州委員長との共同記者会見で発言した。ゼレンスキー氏は記者会見で、中東での戦争のため注目がウクライナから外れているのは明らかだと述べた。そして、世界がウクライナでの戦争に注目しなくなることは、ロシアの目標の一つだと指摘した。ウクライナ軍がロシア軍に対して6月から続けている南部での反転攻勢は、今のところ目立った成果につながっていない。このため、ウクライナを支援する西側諸国の間では、戦争疲れの懸念が高まっている。一部の西側政府では、ウクライナに高性能の兵器や資金を提供し続けることへの抵抗感が募っているとも言われる。手詰まりではない、ゼレンスキー氏。ゼレンスキー大統領は記者会見で、ロシアとの戦争が膠着状態に達したという見方を否定した。ロシアは世界の注目が弱まることを期待しているが、全ては今も我々の力の及ぶところにあると強調した。2022年2月にウクライナ全面侵攻を開始したロシアとの戦争について、ウクライナ軍のバレリー・ザルジニー総司令官は11月1日付の A 氏エコノミストに対して、ウクライナとロシアの両軍が前線で行き詰まっており、手詰まりの状態に達したと発言。おそらく深く美しい前線突破はないだろうとも司令官は述べていた。ザルジニー総司令官はロシアとの戦争が今ではお互いの位置を維持するための性的な段階に移行しつつあり、これによってロシアは軍事力再建の猶予を得ることになるとも述べていた。これについて質問されたゼレンスキー大統領は、誰もがくたびれているし、いろいろな意見があると答え、さらに、しかし手詰まり状態ではないと言明した。ロシアが制空権を握っているとゼレンスキー氏は認め、状況を変えるにはウクライナはアメリカ製の F-16 戦闘機や最先端の防空システムを喫緊に必要としていると強調した。さらに、
昨年にもウクライナでの戦争について手詰まり、膠着といった話がしきりに飛び交ったものの、ウクライナ軍が北東部ハルキウ州や南部ヘルソン州で大きな戦果を上げたのはその後のことだったとゼレンスキー氏は指摘した。ロシアと停戦交渉に臨むよう圧力が高まっているとの報道についてもゼレンスキー氏は否定した。欧州連合にもアメリカにもどのパートナー諸国にもロシアと交渉し何かをロシアに与えるよう今我々に圧力をかけている人は誰もいない。そんなことにはならない。全目標の実現が必要。ロシア政府。これに先立ち、ロシア政府は2日の時点で戦場が手詰まり状態にあるというザルジニー総司令官の評価に反論していた。クレムリン、ロシア大統領府のドミトリー・ペスコフ報道官は、当初定められた全ての戦争目標は実現されなくてはならないとして、キエフ、キーウのロシア語読みの政権が戦場で勝てるなど、そのような可能性に言及することさえ馬鹿げているとも述べた。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はこれまでにウクライナの反転攻勢は失敗したと繰り返している。ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は今週、北大西洋条約機構、NATO 同盟諸国から新しい兵器を受け取っているにもかかわらず、ウクライナ戦争に負けつつあると発言している。前線の状況は、ウクライナのルステム・ウメロフ国防相は4日、南部ザポリッチャ州で3日に第128機械ガル団ザ・カルパッティアの兵士が複数死亡したと認め、この悲劇について全面的な調査を行うと述べた。ウクライナ軍によると、ロシアのミサイル攻撃で犠牲が出たという。ウクライナメディアやロシア軍事ブロガーによると、前線に近い村で行われていた勲章授与式で、ウクライナ兵20人以上が死亡したという。これとは別に、ウクライナ軍は4日、クリミアの造船所攻撃に成功し、海運港湾インフラを破壊したと発表した。クリミア半島は2014年にロシアが併合している。これについて、ロシア国営メディアは、ロシア国防省の発表として、クリミア東部ケルチの造船所にウクライナが撃ち込んだミサイル15発のうち13発を迎撃したものの、ロシア艦1隻が被害を受けたと伝えた。イギリス国防省は4日の戦況分析で、ロシアが東部ドンバス地域の町アウディーウカを襲撃する中で、おそらく装甲車約200台を失ったと指摘した。2023年10月初めから、この町の周辺でロシア兵数千人が死傷している可能性が高いともしている。ロシア軍指導部は引き続き、微小な領土制圧と引き換えに大量の人員を失っても構わないという姿勢を示し続けていると英国防省は述べている。ロシア軍はこのところウクライナ東部と北東部で進軍しようとしているものの、ウクライナ軍はすべて押し戻しているという。ロシアとウクライナ双方の言い分は第三者による客観的な検証を受けていない。クリミアの造船所攻撃。ウクライナ軍。ウクライナ軍は4日、ロシアが併合した南部クリミア半島のザリフ造船所を攻撃したと表明した。ロシアが創設したクリミア共和国のアクショーノフ首長は、ロシア軍がミサイルを迎撃し、破片が造船所の周辺に落ちたと述べた。ウクライナはクリミアのロシア軍施設への攻撃を続けている。ザリフ造船所は半島東部に位置し、ロシア軍の艦船を建造していた。英国防省は4日の戦況分析で、ロシア軍が東部ドネツク州アブデーフカで過去3週間に軍用車両約200台を失った可能性が高いと指摘した。歩兵による無謀な作戦に変更し、人的損失が拡大している模様だ。ウクライナに供与見通しの F-16 戦闘機、20日もあれば撃墜。
ロシア国防省、エイタクムス迎撃も主張。ロシアのショイグ国防相は、ウクライナに供与される見通しの F-16 戦闘機について、20日もあれば撃墜できると述べ、欧米を牽制しました。ショイグ国防相は1日、ロシア軍幹部らと会議を開き、NATO の新兵器が供与されたにもかかわらず、ウクライナは苦戦している。我々の部隊は前進し、より優位な位置を取っていると主張。アメリカが供与した長距離ミサイルエイタクムスをこの1ヶ月で6発迎撃したなどと強調しました。その上で、オランダやデンマークなどが供与を表明したアメリカの F-16 戦闘機について、我が国の防空システムの性能からすれば、20日もあれば迎撃できるだろうと語り、欧米を牽制しました。ウクライナが実際に F-16 戦闘機を運用するためには訓練などが必要で、少なくとも数ヶ月はかかる見通しです。